あら、¿qué tal? ¿Cómo están? 皆さん、こんにちは。みこです。今日はですね、よくご質問がある。ラバール、セ、ラバ、ラバールセ。この3つの違いの使い分けとか、どういう意味の違いがあるんですかっていうのをですね、ご紹介したいと思います。まずね、それぞれに活用を見ていきましょう。まずは直接文の現在形です。ラバールはですね、ジョラボ、トゥラバス、エルラバ、ノソートロスラバモス、ボソートロスラバイス、エジョスラバン。これに対してですね、ラバールセ。これ、再起動詞の原型はラバールセになります。ラバールセの活用というのは、ジョメラボ、トゥテラバス、エルセラバ、ノソートロスノスラバモス、ボソートロスオスラバイス、エジョスセラバンになります。これがそれぞれの時制で活用があるんですね。ではちょっとね、添加語も見ていきましょう。添加語のラバールの活用は、ジョラベ、トゥラバステ、エルラボ、ノソートロスラバーモス、ボソートロスラバステイス、エジョスラバーロン。これに対して再起動詞、ラバールセの活用というのは、ジョメラベ、トゥテラバステ、エルセラボ、ノソートロスノスラバモス、オソボソートロスオスラバステイス、エジョスセラバーロン。これがですね、再起動詞の添加語の活用になります。では続いて見ていきたいのは、ラバールとラバールセの使い方ですね。現在形で言うならば、ラボロスプラトス。再起動詞はメラボラスマノス。自分自身に帰ってくる動作とかね、私が私の手を洗うとかっていう言い方をスペイン語ではするので、メラボラスマノス。でもお皿という対象物を洗うのであれば、ラボロスプラトスという言い方をします。これ添加語になっても同じで、ラベロスプラトスアジェル、もしくはメラベラスマノスアジェル。これは未来形になろうが、添加語になろうが、先過去になろうが、接続法になろうが、このルールは一定で変わりません。では今度はラバールだけでいろんな言い方を見てみると、ラボロスプラトス、ラベロスプラトスアジェル、ボイアラバールロスプラトス、テンゴケラバールロスプラトス、プエデスラバールロスプラトスポルファボールっていう言い方もできます。これがじゃあ再起動詞のラバールセになったら、メラボラスマノス、メラベラスマノスアジェル、ボイアラバールメラスマノス、Tengo que lavarme las manos. Quiero lavarme las manos. ここで、lavarme ってなっているのにお気づきでしょうか。ここがね、多分ね、皆さんが混乱するポイントだと思うんですね。じゃあなんでここ lavarme になるのっていうと、この ir a 後ろに動詞の原型、tener que の後ろに動詞の原型、querer, poder, desear なんかね、動詞の原型を伴う動詞とか、動詞の原型を起こさせる駆動詞って言うんですけれどもね、そういうスタイルになった時っていうのは、再起動詞の原型を持ってきます。じゃあ再起動詞の原型って何なのっていうと、ラバールメ、ラバールテ、ラバールセ、ラバールノス、ラバールオス、ラバールセ。この形になります。なので、キエロラバールメ、キエレスラバールテ、キエレラバールセ、ケレモスラバールノス、ケレイスラバールオス、キエレンラバールセという形になります。これ、添加語になってももちろん同じで、ジョキセラバールメ、トゥキシステラバールテ、エルキソラバールセ、ノソートロスキシモスラバールノス、ボソートロスキシステイスラバールオス、エイジョスキシエロンラバールセ、っていうようなね、形で作っていきます。皆さんどうでしょう？なんとなくクリアになってきましたか？では最後にね、クイズを、クイズというかね、ちょっとまとめちゃいましょう。メラボラスマノス OK ですね。イキエロラバールメラスマノスも OK です。ただ、ラバールメラスマノス、前にね、その動詞の原型を伴う動詞とかが全くないのに、急にラバールメっていうのは使えません。これは後ろに動詞の原型を伴うものが来るからラバールメが来れるんですね。なので、急にラバールメとかっていうことはできません。そして、ケレールの後ろっていうのは、動詞の原型しか来れないというルールがあります。なので、キエロの後ろに活用した動詞というのは来れないので、必ずキエロラバールメにしなくてはいけません。キエロメラボというのは存在しません。で、最後に、メラボ
っていうだけでも、やっぱりこれは文章としては不完全ですね。必ずメラボラスマノス、メラボラカーラ、メラボエルカベージョっていうね、何か必要になってきます。というようなね、使い分けのルールがあるので、ちょっとまとめてみてね、いただければと思います。それでは今日はこの辺で。ムチャスグラシアスポルベルミビデオ、チャオー。